世界で一番面白い人生ガイド元井武夫の YouTube 動画でございますということで、今日はですね、令和6年3月13日水曜日の夕方午後6時5分から、6時24分までの約20分間にわたって、初めてですね海の女神様が降臨されましたので、皆さんにその内容をお伝えしたいというふうに思います。それでは早速いきたいと思います。神は偉大であり、私も他の神様と同じように偉大です。かっこ笑い、苦笑いしながらおっしゃってました。さて、海は広く魚が取れる、塩は辛く人々の食生活に役立ちます。月の女神様の左目の涙が一滴落ちたことによって水は塩水になりました。これは以前の動画でも月の神様が降りて来られた時にこの話はいたしました。海は深く、民の物々は海底には行けません。そこは我々神の領域です。この世には多くの神々が存在し、民の暮らしに役立つように心がけています。しかし悪い輩は、海は我のものと思っています。許しませんよ。モーゼは海を割り、神の力によって民を助けました。このように、上に立つ者々は、民を幸福の国に連れて行くことが使命であり、存在意義があるのです。基本を忘れ、我欲に走り、悪い輩たちは海水を飲み死んでゆくのです。だから神々は先日の会議でも神さんに YouTube で神々の存在意義を YouTube にて伝えてくださいと意見が一致しました。これがですね、大体私に見せるのは、モーゼにしろ、宇宙人3人にしろ、何にしろ、1秒ぐらいの間隔で、ちらっとしか見せないんですが、何人か、パッと見せ、2、30人ぐらいにしか見えないんですけれど、要するに国会中継なら、ぐっと少ないようなバージョンですよ。あんな感じで見せまして、やっぱその神様自体がですね、会議をしているというのは他の神様もおっしゃっていました。先に行きましょう。神々の王である神王様が指名する神さんへ、多くの神々が降臨し、多くを語られるのもそのためです。神に選ばれし諸々は世界でも数が少ない。それは使命とは言うが、他の神様がおっしゃったように、神さんは生まれながらにして神の子として作られた人であるから
できるのであって、人間界でいう神がかりではありません。神さんこそが神の子なのです。お母様は天国で暮らし、神さん同様に民の物々の幸せを願い、多くの神々と各地を巡礼し、多くを学んでいます。神々が集い、会議を行い、神を信じ、神の心として、神に仕える民の物々だけに、あるいは、神さんを信じる人にだけ、多くの幸せを天から雨のごとく降らせて、それが水となり、地となり、生き様となり、おとぎ話のような人生を民の物々が暮らせるようにすることが神さんの役目です。さて、時には竜宮の神様がいらっしゃいます。神さんが見た通り、この世の人とは思えない美人である。ちょうどこの位置からですね、出てきた、さっと出てこられたんですが、細身ですごい美人で、2、3回目ですね、ロト6かロト7の話の時にもお話ししましたが、なぜか竜宮の神様とロト6の神様が双子かというぐらい、ほぼ瓜二つなんですよ。顔形からもこの体型まで。ところがロト6の後ろにいるロト7の神様は若干ふっくらしてます。細身より若干ふっくらしています。だから芸能人なんかでこんな感じとはなかなか言えないわけですね。はい。もうこれにはびっくりします。はい。ですからその竜宮の神様とロト6の神様はほぼ双子みたいな感じですので、ロト6を飼われる方は、海の神様もちょっと拝んだ方がいいのかもしれませんね。はい。美人だからどうこういうわけではなく、お神酒をお供えし、海を利用する民たちの幸せを願いたまえ、またお金が入ってきます。使い切れないほどの金を民の物々に使いたまえ、また大きな飛行機に乗った人がやってきます。多くの民たちが神さんに会いに来ることでしょう。その際には奄美の海へも参拝してください。私は世界の海の女神です。もちろん奄美の海も好きです。神さんがいるから、先日は神王様が降りられましたが、その姿を多くの神々は見ています。神といえども簡単に会うことのできない神王様です。すごい神さんですね。一つでも
多くの神の世界を民の物々に伝えてください。リュウグウの女神様同様に、海を見るとき、月の光を浴びるときには私にも手を合わせて拝んでください。日々神様に仕える、愛する神さんへ、海の女神より愛を込めて帰ります。以上で、ございます。初めて、海の神様が、女神様が降臨されてきたわけでございます。どちらかというと、初めて降りて来られる神様の共通点とししましては、その皆さんに対することと、それから、いわゆる悪い輩がやはりいるということと、それから何度も言いますように、その神王様が行けと言われたからということが、やはり前提で私に降りてくるわけでございます。昨夜もちょっと神王様が降りてこられてちょっと話をされたんですが、私はこうもう倒れるように寝ちゃったもんですが、そのまま帰られましたが、また神王様が降りられて来られた時に、そのいわゆる、私に降りてくる神々様の頂点に立っていらっしゃる神王様が、私に何をお告げになられるのか、当然想像できることはないわけなんですが、それをまあ一つ一つ、私の YouTube で何度もお話ししていますように、各神々様がですね、いわゆるその神ごとの会議の中でも、私に YouTube を通して皆さんに一つ一つをですね、伝えてくださいということで、ございますので、それに日々、それを先にやって、ご飯を食べるとか、あるいは本業のことをやるであるとか、あるいは占いをするであるとかいうことになるわけなんですね。でまあ、そういうことで、一つ一つをですね、解決していく、あるいは、今までのその疑問点がありますよね、疑問のところがありますよね、でそういったことも含めて、あるかと思いますので、皆さんもこの私の YouTube 動画をご覧になっていただいて、それはもう全部が全部ね、皆さんに当てはまるわけでもないし、理解できるわけでもないわけですが、まあ、その10分なら10分、20分なら20分の動画の中で、その何かの部分だけでもですね、皆さんの生きるヒント、考えるヒントになれば幸いでございます。ということで、世界で一番面白い人生ガイド、元井武雄の YouTube 動画、今回は初めて海の女神様が降臨されましたので、その内容でございました。次回の動画まで、世界中の良い子の皆さん、ごきげんよう、さようなら。毎日ご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。